傍中、勘ありとか忙しさにかまけて身の回りの変化に目がいかないような時は、やはり忙しい中にも心のゆとりを持ちたいものです。心に余裕がないと周りのことが目に入らず、知らない間に人を傷つけてしまっていることがあるような、それがその人の余裕を失わせてより険悪な関係になってしまう、そんな時が人生にはしばしばあるような気がします。そんな場面を避けるためにも、己の心に余裕を持たせることが、相手にも余裕を持って接することができるので、しばし己の心と相手の心情をおもんばかる意味でも一緒の時間を持ちたいものです。お茶を飲みながら、このお茶の産地にも思いを馳せながら、ご一緒願えたらと思って一服のお茶を入れました。まずは香りを、そして味わいを楽しんでください。